あんで調子いいといい。はい、どうも、あの日の少年です。ということで、今回やっていきますゲームはですね、アンデッドシティっていうゲームなんですけど、まあ、こちらのゲームはどういったゲームかと言いますと、まあ、ゾンビ、いわゆるゾンビというやつから逃げるみたいなゲームらしいですね。まあ、逃げることに関して、神様に逃げるスキルだけを生きる上で与えられた僕に、このゲームはうってつけだってことでやってみましょう。アンデッドシティ。俺は何を言ってるんだろうな。お、なるほど、こういう感じか。あれ、ちょっと待って。これ走れたりはするね。なるほど。ここでオプション選択と。なるほど。こういう感じか。とりあえずでも早速武器みたいのがあるけど。なんかいろいろあるよ。血液パックを調べるとその場で血液をまき散らしゾンビを引き寄せる。なるほど。これをおとりにして逃げれるみたいなことか。ただし一部のゾンビには効果がない。他のゾンビ、ゾンビは一種類だけじゃない。なんか進撃の巨人みたいなのいない？外に。怖い。こいつ壁越えてくるんじゃない？大丈夫？銃を持っているとゾンビと接触した時にゾンビを倒すことで、接触しなきゃなんないんだ。遠距離戦法じゃなくて超近距離戦法でこの銃を使うことになると。ただし一回使うとなくなってしまう。なるほどね。じゃあ使いません。俺レベルになると。バールを持っているとバリケードを破壊することができる。なるほど。バリケードとかもあるのか。ちょっとめんどくさそうだな。ただし10回使うとなくなってしまう。回数制限ある。これは？包帯を取るとその場でライフを全回復する。なるほど。これいいな。これだけあればいいわ。俺に。暗闇のエリアでライトを手に入れると視界が明るくなる。なるほど。ライトってね、実はそんなにゾンビを倒す、そのゾンビから逃げる上ではそんなに必要ないんだよ。むしろ居場所とかバレてしまうから。バールを持っているときはバリケードを破壊して進むことが。これがバリケードか、じゃあ。なるほど。これは？無線機がある。セーブしますか。なるほど。早速セーブができます。とりあえずしときますか。セーブとか、そっか。その場でできるという感じではなさそうですね。下から複数のうなり声。あ、聞こえます。聞こえます。OK、OK。降りない方が良さそうだ。え？どっちにしても降りなきゃダメでしょ。そんなのね。そんなのね、そうでしょ。降りますか。ああ、早速出てきちゃったね。大丈夫？こんにちは。これは、調べた方がいい？この屋上に救助のヘリが来る計画になってる。本来は警察が市民を誘導するはずだってが、警察署が奴らに襲われて、あららら。頼む。俺たちの代わりに生存者を屋上に集めてくれ。ちょっと待って、めっちゃゾンビ来てんだけど、会話中はゾンビ止まれよ。生存者を屋上に集めるってこと？めっちゃ来てるけど。音楽ないんだ、ここ。それが雰囲気を怖くさせてるみたいな。早いね、こいつ。なるほどね。まあ、早速こっちとかは。なるほど、ここはもうゾンビしかいないから入らない方が良さそうだ。その、調べてる時に来るのさ、違うじゃん。これなんだ？これ、調べられないか。くそ。くそ、仕方ねえ。この、奥の方の街を先に見ていこうかな。こっち行ける？あ、行きますね。先に。あ、西区道路から見ていくか。まあ、なんか、自衛隊かこれ。ヘルメットかぶってるし、自衛隊のゾンビっぽいの。あ、バールある。バールでバリケード破壊できるってさっき説明に書いてあったから、破壊したいよね。どうだよね。結構はびこってるけど、やっぱゾンビってね、集団じゃなきゃ強くないから、個人で来ても、それにここに集められるな、うまく。うまく誘導させられれば、集団行動させることができる。遠くの方で。そこで、友達たちと遊んでな！なるほど。ま、BGM がちょっと物悲しいにせよ、ちょっと怖さやっぱ感じるね。ところどころ血とかあるし。まあ、襲われた惨劇が、それを物語っていますね。西区はいないっすね。住宅エリア。とりあえず生存者を助けるゲームでもありそうですね。あ、これで破壊できるのか。やべ、無駄に破壊しちゃったかもしんない。バリケード。あ、これ人でしょ。あ、ちょっと待って。え？人だよな、これ。お前ゾンビかよ！いや、めちゃくちゃ人っぽいじゃん、雰囲気。雰囲気人っぽいのやめろ。入ってこない？大丈夫か？いや、いねえだろ、生きてる人、ここに。これ生きてるか？大丈夫ですか？死んでいる。そっか。ダメか。ちょっと間に合わなさすぎたか。バール持っておる。バール持ってくる場所じゃないかもしれない。あ、ここセーブできますね。あ、ちょっと待って、ここ、回復薬もありますよ。なるほど。ん？なんでですか？
どういうことですか？回復薬持ったら怒り出したんですけど。ゾンビが。なんでですか？なんでなんですか？テレビとかつけられない？テレビ見れない？この子可愛いな、結構。付き合ってもいいかもしれない。俺の付き合うレベルに値する。あ、進撃の巨人だ。進撃の巨人はこう無視していこう。やばいなぁ、これ。バリケード。この、ゾンビではめちゃめちゃはびこってる奥にいたりすんのか、ひょっとして。また暗くなってんな。いるとは思えない。この数で。絶対生きてない。生存者を集めてくれ。全員死んでるに決まってるだろ。あ、とりあえず銃だ、拾った。銃はここぞという時に使いましょうか。基本は使わなくていい気がするぞ。こことか。重いなぁ。こっち見てく。よし。いや、いないなぁ。調べられなさそうだもんね。よし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 。ベッドとかすごいなぁ。どういう。とりあえずこっちの奥行きたい。やばい、すげえ集まってきた。やばい、これまずすぎない？あぶねえ。おいおいおい。神様、神様、俺は初めてあんたに感謝するよ。俺に逃げの、性能をくれたあんたにな。やべ。あ、銃はこれ1個しか持てないパティンか。なるほどね。ここにある銃とバールか、これ。バールあることだけはちょっと見とこう。なるほどね。そういうことか。ここ鍵。こここそバールで破壊せよ、お前。なんでそこをご利用ししないよ、お前は。そういうところだぞ。生きる上でご利用しってすごい大切なことだから。お、なんかある。あ、これ懐中電灯ですね。いや、懐中電灯今更だな。しかもそんなに明るくなんない。もう暗がりでも結構見えてたからな。いやー、まあ、こっちの奥行きますか。まず、この進撃をまずおびき寄せたいところではある。よし、来い。はい、ここ。まずい。おー、ナイス。あ、銃だ。やべ、銃に感謝せねば。銃、ありがとう、ありがとう。ねえなぁ。生存者いなさすぎる。で、こっちに銃あったから、それ拾って帰ってやる。あ、これ生きてたりしない？死体のそばにメモがついてる。おう。家賃が安いとはいえ、こんなボロいアパートに引っ越したのは失敗だったかも。狭いし壁は薄いし、超うんざりだし、ゾンビは来るしで最悪でしょ、これ。それに一番気に食わないのは管理人。いつも帽子をかぶってる陰気な男でなんとなく気持ちが悪い。ストーカーとかだったのかな。あんなのがアパートのマスターキーを肌身離さず持ってるなんて考えただけで、ちょっと。でも住むって決めたのはあんただろう。もう自業自得な感じするけどな。まあ、でも、ちょっとやばい。見た目からしてキモそうな男って意外とやさおだったりするからね。意外とね。いや、ここなんもなさそうですね。てか、どっちにしても鍵を手に入れなきゃダメっぽいですね。ここは地獄なんだよな。はい、とりあえず生存者に会うことがないまま、元の場所に戻ってきたんですけど、生存者どこにいる？あ、もう死んじゃったか、この人。とりあえず下見ていきましょうか。見てないところを片っ端から見て、ちょっと仲間、他に生きてる人がいて、安心感を俺は得たい。ただ自己満足のために俺は探したい。あ、なんかの書類。ゾンビウイルス研究報告書。ほとんどのゾンビは動きが遅いが、ウイルスに適合した結果、高い身体能力を獲得した個体もいる。あらら、めっちゃこっち来てんな。通常のゾンビが常に歩き回っているのに対して、こうした特殊ゾンビは一箇所でじっと獲物が近づくのを待っているのが特徴だ。あー、なんかさっきの人間っぽいやつがそうだったりする。特殊ゾンビは人間が近づけば高速で追跡するが、ある程度逃げ続ければ再びその場に静止するという習性を持ってる。なるほど。元の場所が自分の基地に帰るっていうのがあんのか。やっべー、やめろよ、調べてる時ぐらいさ。ちょっとさ、冷静で集中を途切れさせる時間も俺にくれ。やば。ここ廃車が多いな。車のあれか？工場だったりするのか？廃棄工場的な。しかし生存者はいなさそうだ。いなさそうだよね。あ、銃がまたある。これ大事。とりあえず会話してる最中に、この銃で俺は幾度となく逃げ切ってきてからな。いねえよ、生存者。こっち行く。はい、草っぱ来ましたよ、草っぱ。さすがに自然界にはいるだろう。一人ぐらい、生きててほしいな。しかし、ほとんどゾンビになってる。こいつでしょ？こいつが多分あれだよね。知性があるゾンビじゃないの。
適合能力したみたいな、適合した。もうこいつまあまあ早いもんな、まっすぐ来てる。でもそんなにあれだな、恐怖心感じないというか、俺のこの逃げの能力さえあれば問題なく進めますね。いや、いないですね。それにしても。あ、なんかある。あ、これ鍵。公園の鍵？公園の鍵？公園か。やべえ。ちょっと待って、挟み撃ち。おお、急なピンチ。急に訪れたピンチ。しかし、俺レベルになると、ここも颯爽と避けていく。公園ってこっちか。この先とかだったりするか。こっちに今、なんかあったよね。ここ？こことかだったり。あー、ここですね。お！これは生存者でしょ。確実に人っぽい何かがいる。ああ、なんてことだ。私の作ったビエルスがこんな地獄を作る。あんたかい！いかにもっぽいけど、ん？君は救助に来た。ああ、それはありがたい。私はドクター、オニール。さっきの独り言については気にしない。いや、お前だろ、元凶。いや、むしろ恨むわ。あ、しかし、あ、なるほど、これついてくスタイル。か、ついてくスタイルね。影かかってる。ここはまだ開かないな。よし、セーブ上ある。とりあえずセーブしましょう。まあ、やっと一人目の仲間。女じゃないことだけが懸念されるが。まあ、生きてる人が増えたのは、ちょっと嬉しいですね。ってことで、あ、こっちとか行ってねえよな。この人とかは、死体のそばに西らしきものが落ちてる。ほう。やらかした。公園の管理小屋の鍵を落としちまった。多分公園内の南西の林で落としたと思うんだけど。あ！もう拾ったよね。もう後の祭りです。拾ったんで。とりあえずこの人屋上に連れてくか。ちょっとこの人いると、ちょっとやりづらいっす。おじさん屋上だよ。これそのままおじさんを置けんのかな？私のせいだ。すべて私のせいだ。ああ、そうだな。反省しろ。ずっと反省してろ。生き続ける限り反省しろよ、お前は。この大事をしてしまったことに対して。な。とにかく町から出たらすぐにワクチンの量産に取り掛からないと。いや、ただの独り言だけにしないで。独り言がさ、聞こえる範囲すぎるんだよな。まあ、とりあえず、一人は救ったということで、こっち行きましょうか。病院前通りです。病院はね、結構さ、医療施設とかが、ちゃんとしてるから、もしかしたら生きてる人はいるかもしれない。いや、生きてます。俺はそう信じていきます。なんかいろいろありますね。お、あー、これ血液か。これで、そっか、さっき言ってたもんね。屋上で説明を受けて。これでゾンビを集められると。あ、これめっちゃいいね。これ、あ、でもこう、ランダムに配置されてるから、まあ、拾えないときは拾えないと。ここ開く？あ、開くねえ。普通に行けます。お、なんかいっぱいありますよ。あ、手紙がある。なんか書かれた紙が落ちてる。この街で一体何が起きてるんだ？次々に負傷者が運ばれてくる。もう病院のベッドはいっぱいだ。それに死体袋も足りない。心苦しいが、亡くなった患者の遺体は一時的にロビーに置いておくことで。怖くねえ。看護師たちのひろも、限界のようだ。死体が動くのを見たという馬鹿げた噂が流れて。いや、直で置いたら動くだろう。ゾンビ騒ぎ起きなくても動きそうな雰囲気あるもんな。でも病院とかだったら緊急事態とかそういうことになったりすんのかな。いや、なりそうだよね。今の時期とかなおさら。はい、壊す！ゴリ押し！ありゃ！大丈夫か、みんな？死んでる。死んでる。死んでる。みんな、起きてくれ。生きてるやつ一人でもいないのか？ちょっと待って、死にすぎじゃね？死体置くって言っても雑すぎじゃね？お、死体の、これやばくね？怖っ。なんか、これだけ、微妙に生きてそうな雰囲気醸し出してるから怖かったわ。でも全部死んでんな。病院来た意味を、感じられない。みんなダメか、これ。一人でもいない？マジじゃん。感染とかじゃないのかな？死んでるってことはさ。なんか普通さ、ゾンビに噛まれたら、それがゾンビになって、うわー、パンデミック起こして、絶望みたいなのあるんだけど。なんか大抵の人死んでるから、その点に関してはあれなのかな？なんか、違うのかな？こっちで、うわー、すごい！血が、
大丈夫？オーマイガー、あ、よかった。銃があってよかった。死んでる。ダメか。こいつはゾンビだもんね。ここもゾンビでしょ？とりあえず入ってみます。とりあえず気になるところは入ってみて。こんにちは、赤ちゃんしましょう。あ、いいじゃん。銃あるじゃん。こいつ気づいてねえな。この奥は。病院は結構広いっすね、やっぱり。病院なだけあって。こっちはすごいなぁ。こう、絶対入りたくねえ、もう。入れねえなぁ、ここは。こっち湧く？パスコード入力。なるほど、パスコード必要か。いや、一人いねえか、一人ぐらいいねえかなぁ、生きてる人。あ、なんかある。これ集めよう。やべ、あ、危ない危ない。まあ、とりあえず集めることには成功したから。とりあえずこっち北の方まだ行ってないし、北の方行ってみますか。なんか北の方すげえ暗いな。さっきまで懐中電灯をおっぴろげにしてたからってことかな。いやー、生存者がね、あの研究員以外全く見当たらないって感じだったので、まあ、ここでは見つかるといいなっていう願いを込めていきましょう。あ、懐中電灯あります。懐中電灯必要だな、やっぱり。慣れちゃうとやっぱ懐中電灯しか勝たんってなっちゃうわ。とりあえずこの血液でゾンビを集めて、誰かいねえかなぁ。なんか奥に入る前になんかいろいろ、こっちとかも、ドアがあるんだよな。鍵かかってると感じだしな。お、商店エリア。これ鍵、さっきの、やっべ、すげえ集まってきた。これは地獄すぎないか。あぶねえ。ちょっと調子乗るとこれ死んじゃいそうだな。あっけなく。トイレットペーパーが欲しい。トイレットペーパーみたいな包帯が欲しいよ。とりあえず鍵を拾ったから、また暗くなる。また暗くなる。おお、あっぶねえ。ここでしょ？鍵使って。相変わらずの暗さ。一人ぐらい生存者いてくれよ。ちょっと面目立たねえからよー。あー、また。こういう暗がりの中でのゾンビ作業が一番きついからね、みんな。で、銃は極力使いたくないけど、もう来ちゃってるね、何か。このバリケード意味が、意味をなしてないもんな。隙間から入れるもんな、正直。こう、懐中電灯ある。ありがとう。そう、本来の目的は生存者を探すことなんですけど、マジで生存者がいません。あの研究員以外。あ、ここの建物とかいない？いてくれない？いてくれ。俺の願いだ。お！うわー、来るな、ゾンビ！お、どっか行け！お！いたよ！おい、外国人だ。こんにちは。大丈夫ですか？人間なのか、ゾンビかと思ったぜ。ヘリで救助が来るだって？ありがとう、天の助けだ！俺はロボット、この一生忘れないぜ。いや、もう帰るのも一苦労しそうだからな。とりあえずセーブしましょう。未だに女に出会えずか。危ねえ！ロバート危ねえ！うわー、ロバート！やべ、急なピンチで襲われてるよ、ロバート。とりあえずまっすぐ屋上行きましょうか。え？ちょっと待ってみんな。この量えげつなく、え？やば。ちょっと待って。おかしい。おかしいぐらいゾンビいるんだけど。は？どうなってんのこれ。やば。いや、脱出できないことは俺レベルになるとないと思うけど。にしても言い過ぎじゃね？やば。ゴリ押しで行くかも。いや、いける、ゴリ押しで。うわよし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 。うわ。ここだよね、問題は。あと落ち着いて。あ、バールで！こっち、バール使って逃げればいいんだ。そうか、そのためのバールだったのか。まるで意味をなしてないと思っていたが、そういうことだったのか。よし、まだ行ける。ああ。ついてこいよ、ロバート・ダウニーニョ。あ、やばい。あっぶねー。あ、とりあえず危機は出したみたいっすね。よかった。バールゲーですね、これ。バールがなきゃ生き残れない。てかね、あ、着きましたと。なんとか。やべ、生存者をなんとか救い出した。ありがとう。ここまで来ればもう安全。なんで、安全ではないよ。ガバガバなんだから、セキュリティ。登ろうと思えば誰だって登れんだから。まだ足が震えてやがるぜ。おお、よかった。ロバート救ったわ。
あ、これ生存者何人ぐらいいんだろうな。まだ自分が悪夢の中にいるんじゃないかと思うよ。でも、これが現実なんだよな。本当に死人が歩き回ったら生きた人間を食ってやがるんだ。まずいぜ。え？あと、いるとしたらこっちか。で、ここ管理人室って書いてんだよね。ってことはだよ。ここの、こいつをやれば、だよね。鍵を手に入るんですよ。よし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 、うまくいった。なるほどね。なんか管理人室が陰湿な人みたいな手紙見たしね。あ、やば、こいつ。こいつ入ってきてくんねえとやべえかもしんない。あ、終わったかも。ここ開けて、仕方ね。ここ開けて、こう行こう。よし！これいるでしょ、さすがに。あー、いたいた！やった、次に女だ。女だ。よしよしよし。見つけたぜ。どうやってここに？アパートの中はゾンビだらけなの。この人かな？なんか、管理人が演出すぎてバチキモいんだけど、みたいな。手紙書いた人。あなたについていったら生き残れそうね。私はローラよろしくね。すごい、ローラ。なんでそんな一部分だけ青にしちゃったの？よし、とりあえずでも、見つけたぞ、やっとの思いで。これ、一エリアに一人って感じっぽいな。一地区に、やばい。そんな、やられちゃった。で、これまたさ、鬼畜。なずいでーす！すごい量でーす！大量すぎますね。で、奥もじゃん。ローラ、俺についてきてね。絶対、君を守る。俺が君を守ってあげるから。よしよし、危ない。よし、とりあえず。あと、病院内だけだな。見つかってないの。救助のヘリ、本当に来るのよね。知らん！そのもん知らん！でも、このバリケードの先にもしかしたら何かあったりするのかもしんないよね。パスワードとかが分かればありがたいんだけどね、一番。とりあえず大量のゾンビが出てきちゃいました。まあ、しかし、ここは割と広いから、まあ、回せばなんとかいけるって感じではある。よし、入っていく。あ、ありましたね。メモが落ちてる。電子ロックのドアなんて導入したせいで、パスが覚えられなくて仕方ない。あ、パス！本当は規則で禁止されてるが、メモを残しとこう。今月のパスコア、2437。ありがとう！ふざけるな。とりあえず2437のパスワード分かったんで、ここに打ち込めばいいよな。437と。これでいいのか。よし、開いた！これで？あ、生存者いますね。ありがてえ。その前に回復とは。はあ、神様ありがとう。助けに来てくれたのね。私はシンディお願い。安全な場所まで連れて行って。これで一応各地の4箇所の場所全員の生存者を救助することに成功したかもね。しかし、最後の難関が待っているか。うわぁ、オーマイガー。オーマイガー。ここを破壊するか。破壊して、銃だけゲットしとく。護身用にな、気持ち分。すげえ大量にいんな。どうやって出んだっけ、ここ。いけるか。いけるか！頼む！俺の期待に応えてくれ！頼む！なくなったー！やばい。それまずいな。よし。おい。シンディ、これはまずいことになったぜ。出口がわからないすぎる。よし。ここか。大量にいすぎるんだよな。バカが作ったのかってぐらい大量にいるんだよ。おい！みんな揃ったで。女二人、男三人。これはいい感じで合コンができるぜ。一人、実らない奴がいるけど。ありがとう。あなたに助けられなかったらきっとゾンビない時期になってたわ。よし！すまない。少し君に話があるんだよ。うるせえ！なんだと？とりあえずみんなに話聞くんだよ。どこを見回してもゾンビだらけ。この街、もう生きている人間より死人の方が多いんじゃないか。冗談でも笑えないぜ。そんなの冗談でも笑えないぜ、ローラ。まだ自分が悪夢の中にいるんじゃないかと思うよ。でも、これ聞いたな。よし。とりあえずシンディにも話聞こう。他の人を助けに行くの？どうか気をつけて無事に乗ってろ。これ全員じゃないの？全員っぽいよね、でも。実はこの街を襲っているゾンビウイルス、私が開発したものなんで、独り言でバンバンに聞こえてましたよ。私は街の地下にある軍のウイルス研究所で生物兵器の研究をしていた。ゾンビウイルスはその過程で生まれたのだ。それが研究所の事故により街に流出し、結果がこの大惨事だ。待って、知ったところで何ができるって感じだけどな。許してくれとは言わない。だが、
一つだけ君に頼みたいことがある。何？実は地下研究所には私が密かに開発していたワクチンのサンプルがある。サンプル？それさえあれば全世界にゾンビウイルスが拡散するのを防げるはずだ。研究所の中は町以上に危険な場所だが、君ならばあるいは無理です。研究所の入り口は私が隠れていた部屋から行ける。これが鍵だ。マジか。しかも渡すわけじゃなくて隣に裸体で地面に置く。最低だこのじいさん。行きますか。じゃあ仕方ないからセーブだけしとこう。ここ開くね。なるほど。研究所も余裕で行っちゃいます。生存者がいない分ね、助ける必要がないから、あの自由に行動できるっていう部分ではいいんじゃないかなと思います。ただ研究所のサンプルさえ手に入れば問題はない。バールがあった。バールはね、意外と必要不可欠かもしんない。大量のゾンビがいる中でだと。ここ鍵かかってんな。ってことはここにありそうな気がしないこともないこともしないこともないことしないこと。ちょっとあげろ。こいつを出して一旦。いただだだだ。なんだその連続攻撃は。お前ができる技なのか。それがお前がしていい技なのかよ。あ、よし、宙がある。あ、鍵がありました。すげえスピードで俺見つけてない？結構すごいんじゃない？いや、しかしこいつか。こいつ食らうと、ひとたまりもないからな。ひとたまりボンドになっちゃうからな。よし、行きましょう。よし、開けたー。ナイス。くらー。懐中電灯だな。もう俺、懐中電灯がなきゃ生きていけない体になっちまったからよ。とりあえず懐中電灯だ。しかしゴリラしかいねえな。それにしてもゴリラしかいねえな。研究所はゴリラ配置しとけばなんとかなるなんて思ってねえだろうな。よし、銃を使ってしまった。こんなゴリラ相手に銃を使ってしまったで。いや、しかし懐中電灯がなければ話にならないという、言いつつ来てしまうゴリラ。こんにちはと言わんばかりの。こっちだな。俺の感覚はそう言ってる。よし、なんかあった。とりあえず回復してセーブもしましょう。この先行けるのはなんだ。地下研究所。とりあえずバールを拾…あ、バールは拾えないか。あ、よし。弾は大事だからね、意外と。もしかし、なんでこんな弾。え、弾ありすぎじゃね？これ、ボス戦とかあるか？ひょっとして。鍵かかってんの？ん？なるほど。えい！拾って、えい！どうだ？これで、ひとまつの平和が訪れたと思いきやだな。なんか来たな。これどうすりゃいい？え、とりあえずやれる？こいつ。はい。あ、なんかすっごいうまくいった。なんか見た目的に強そうだったのに。え？そんな弱くていいんですか？もっと僕できましたけども。先行きますね。とりあえず行きますか。え、いっぱいあるぞ。なんだこれ？ん？ワクチンのサンプル。あ、こんな裸体で置いてんの？注射器だよね、これ。見た感じ。え、そんな床に落としちゃ大丈夫？ザザザ、聞こえるか？こちらドクター、オニール。先ほど救助隊が無線、救助隊から無線が入った。3分後に屋上にヘリ。3分？急いで中央市中署長の屋上に帰ってきてくれ。取り残されてしまうぞ。お前がこっちよこしたんじゃん。お前がよこしたのになんで、そんな急げなんて言われなきゃ。しかも3分の出てるカウントダウン。これ大量に出てくんな、最後。最後もういいやってなって。わいわいわい、やめてよ。なんだかんだ3分あるからね。正直1分でもよかったぐらい。1分ありゃ脱出できるわけねえか。1分はやりすぎだな、さすがに。1分、ちょっと待って、めっちゃ、うわわ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 。俺、こんなところで取り残されちゃうのかな。ああ、よし、った。よしよし、この探偵に銃拾って、こう、華麗な避けで、行きたいところではあります。広いなぁ。廃工場広いんだよ、異様に。異様に広いのが、あっぷねぇ。しかしもう着いたんじゃない？よし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 。あ、全然余裕だね。果てしなく余裕でしたね。よかった、間に合ったか。そのワクチンのサンプルがあれば、ウイルスの拡散は未然に食い止められる。君はまさにヒーローだ。おー、でもなんか救えましたね。見て、ヘリコプターがこっちに来るわ。私、助かったんだ。おや、こっち早く来てくれ。これ、来ないパターンで絶望みたいな感じじゃない？あ、でも、音は、え、音遠くの方に行かなって今。あ、行ってないか。
あ、はい、っていうことでね。アンデッドシティでした。まあ、なかなかね、まあ、ゾンビ、そのバイオハザードの世界を再現できていたフリーホラーゲームだったのではないでしょうが。まあ、実際ね、その、銃があちこちに落ちてたり、ワクチンが裸体で置かれてることはきっとないと思うのでね。まあ、そこら辺はね、まあ、ネタ系として、多めに見ているとしても、あ、いいエンディングじゃないですか。はい、ということで、アンデッドシティでした。皆さんもね、このゾンビの危機に陥った時に、やっぱ人とのつながりは大事だと思うので、まあ、頑張って逃げてね、ということですよ。はい。おしり。